2002年から2018年にかけて行われた中華文明モドムゲンプロジェクトにより提唱された中国史の新たな時代区分の一つである。かつては伝説時代や上古時代とも呼ばれたが近年では資料の出土から夏王朝以前の国家の存在が確実視されつつある時代区分であることからこのように呼ばれる。古国時代の期間は行春の頃までとされる。 夏王朝の存在時期と合わせて考えると、紀元前3800年、紀元前1920年となる。次の年表は、中華文明元無限プロジェクトによる年代推定である。この時代においては、新能や皇帝の一族による支配が行われたものの、それらは世襲によらず、禅城によるものとされた。これは後世において、理想の疫性革命の形とされ、 後遺産脱者に利用される傾向があったためである。原所初市中国氏族同盟、ふっつぎ除火体制の炎帝と名乗ったとされる。期間は BC、BC3800、BC3050、750年間と見られる。太古時代、ふっつぎ除火時代は四季のみの記述。帝王世紀にもあるものは、なし。また、この順序は中国伝説時代君主列表によった。炎御 神王氏、皇帝有熊氏夏王朝か、皇帝以前についてはあまり伝承がないが、元書書士の時代には、治めずして治まった時代だったと言われる。また、炎帝時代末期には、炎帝門、神脳氏の支配力が弱まったこともわかっているが、その原因を含め詳しくはわかっていない。皇帝は、創造神の一柱である。 ふっつぎの子孫の炎帝、海角、新能氏にその同祖の私有が、地味猛僚を味方につけて攻め寄せたのに対し、炎の連合軍は、王竜を召喚して指南者を持って退治したとされる。その後、八街園帝も打ち破って天意についたとされる。かやをととして、かや氏を名乗り始め、人民と神の接触を止めさせるために、天界への道を閉ざしたとされる。また、春や 春秋戦国時代の諏訪へ、旗、蝶の祖先と申される。度重なる黄河の洪水を止めるべく、家臣に問うと、戦力のこの痕が適任とされたが、9年経っても収まらなかったため処刑し、痕のこのに工事をさせたところをうまくいったという。また、10個の太陽が一度に出て、大飢饉が起こったため、9個の太陽を弓の名手の芸に落とさせたため、民は喜んだという。 また、このカンカブトのために因果を発明したとされる。しかし、カンカブトは三内と組んで行に対する反乱を企て、教皇を紹介した。定位についた春は洪水を治めるために、うを採用し、成功した。南風化を作ったとされ、39年間定位につき、うに全城して死去した。中国文明と異民族の関係伝説上では、 他民族と反乱軍が結ぶが、帝王によって倒されるという形が見られるが、元無限プロジェクトによると、他民族とは敵対していたわけではなく、平立関係にあって、互いに影響し合っていたとされる。ありがとうございます。